次に塩川哲也君<上>川君、日本共産党の塩川哲也です、えー、1月7日1都三県に緊急事態宣言が発出をされ基本的対処方針が改定をされました、えー、まあその基本的対処方針の中ではこの緊急事態宣言の発出及び解除の考え方を示したところであります、えー、緊急事態宣言発出の考え方については 国内での感染拡大および医療提供体制、公衆衛生体制の逼迫の状況、特に分科会提言におけるステージ4相当の対策が必要な地域の状況等、を踏まえて、全国的かつ急速な蔓延により、国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が、 基本的的対処方針等諮問委員会の意見を踏ままえた上で総合的に判断すするとしていますそしてこのようなステージ判断の指標を示した8月7日の分科会提言を踏まえ、今後、緊急事態宣言の判断を行うとしております。そこであの西村大臣にお尋ねいたします。ステージ4相当の地域については、緊急事態宣言の発出という関係になるわけですが、まあ、そうしないためには、その前の 取り組みが重要であってだからこそ、このステージの判断では、ステージ3が設定をされている、だとすると、そのステージ1、ステージ2、ステージ3、ステージ4、ステージ4にしないためにも、ステージ3にどう取り組むかということが求められていたわけですが、この1都3県においては、このステージ3という判断があったんでしょうか、はい、西村大臣。 えーとステージ3の判断につきましてはです、ね、それぞれの地域の感染状況、あるいは病床の確保の状況、これはの、えー、それぞれの都道府県知事が一番よく把握をしておられるわけでありますので、基本的に知事が判断をしていくということになります。そして、国としてはです、ね、その状況を共有しながら、知事が適切に判断していけるように、サポートをしていくことになります。あの知事がステージ今3であるとか ということの表明あるなしにかかわらずです、ね、それに必要な対策、これは時短であったり、さまざまな呼びかけであったり、イベントの厳格化であったり、こういった対応を取ってもらっているところであります。その意味で、ステージ3相当の対策が必要な地域という言い方をしていると思います。ステージ3に当たっているかかどうかそれれぞの知事 これも機械的に全部当てはめるんではなくて、総合的に判断していくことになっておりますので、知事の判断で、明確に3になっているかなってないかということの表明にかかわらずです、ね、それぞれの判断で、そのステージ3相当になっている地域として必要な、相当の対策が必要な地域として、対策を講じてもらっているというふうに理解をしております。塩川君いやあの 今まで8月7日の,この政治判断の指標についての提言というのは、政府の基本的対処方針、当然なかったわけです。まあ、今回、盛り込まれたと。まあ、そういう点でも、発出にあたってはステージ4相当の対策が必要な地域の状況という判断があり、ステージ、いや、あの解除にあたってはステージ3。 相当の対策が必要な地域の状況という判断がありという点で言えば、まさにステージというのが、緊急事態宣言をめぐっての基本となるような指標ということを政府の文書にはっきりと盛り込んだわけですね。そういったときに、いや、そもそも緊急事態宣言にならないようにということで努力をしているときに、ステージ4にはしないと。だとしたら、その前のステージ3が必要なわけで、そのステージ3という判断が、 行われないままだったという状況っていうのは、まずくはないですか西村大臣あの。ここは都道府県のそれぞれのお考えもあると思いますけれども、知事が基本的に病床とか感染状況を判断しながら、状況を判断しながら、自分のお。 都道府県がどのレベルにあるかということを常に見ていくという仕組みになっております。これはあの私も毎日見ております。その中でえ明確にステージ3に今なっていると表明されたあの都道府県もいくつかあると思いますけれども、えそしてえその中で言ってないところも含めてステージ3のその相当の対策が必要だということでえそれぞれの地域で。 対応を取られてていいるという,ふうに理解をしおりますで今回のステージ4に当たっているかどうかもです、ね、それぞれの知事が、うちは4だからという、言っているところもあればああの、緊急事態宣言が必要だと言っているところもあれば、4ということは明確に言わないけれども、もう緊急事態宣言が必要だという判断をされている、要請をされたところもあります。まあ、そういうい意味であの あくまでもステージ3とか4とかっていうのは目安で、えー、最終的には知事がそれを見ながら、どういった対策が必要かを判断していくということでございます塩川君あのちょっと戻って確認ですけれども、じゃあ、そもそもその今、宣言が発出されている1都3県において、このステージの判断というのはあの都道府県対策本部長が行うということですよね。でですからこの1都3県でステージ3点判断を この対策本部長、知事がされているかどうか西大臣あの。またちょっとややこしいんですけれどもあの、ステージ3とか2とかいう判断、これは基本的に、そういう都道府県知事がですね、えー、まさに感染状況や病床の状況を踏まえて判断を、基本的な判断をされていきます。でステージ4 だけがまあ言わば三三三はそういうそういうことです。でステージ三については一府三県の知事はそういう判断をしたのかというステージ三についてもですね明確にこれは三も四も両方そうなんですけれどもそれぞれの知事が自分のところは三だとか四だとかということは明確におっしゃったかおっしゃってはないと思います。ただそれぞれの地域が国の基準をとまあ えー、相対するような、関連するような指標を設けて、それぞれの県で、えー、自分のところが、えー、国で言えばこのステージ3相当の対策が必要だという判断はされてきているとで、今もステージ4相当の対策が必要だということで判断をされてきているというふうに理解をしておりますもともとステージの判断は都道府県の対策本部長ということで、この間、政府もそう言ってきましたし、実際にでも1都3県について言えば、えー、知事はステージ3という判断をしていないと。 ですからステージ3相当の対策が必要な地域という前提がなしに施策を行っていたということになるんじゃないのか、そういう点でいうと、ステージの判断をなしに行っているという今の現状というのは、国としてこれ、まずいとお考えになりませんか西村大臣あの。繰り返しになりますけれども。 ステージ3かどうか明確に言うか言わないかは別としてです、ね、ステージ3段階の相当の対策が必要だという認識は、1都3県の知事もされ、これは私からもその相応の対策が必要だということで、ステージ3。 相当の対策が必要だということで知事にも申し上げてきておりますしそうした対策を取られてきてそしてステージ4はこれ緊急事態宣言になりますので最終的に国が判断をして今回緊急事態宣言を発出させていただきましたけれどもこれは知事もステージ4相当の対策が必要だという理解でありますステージ4になっているかどうかという明確に言うかどうかは別としてですねそれぞれ自分のところがどのレベルにあるのかということはあの指標に基づいて総合的に判断しながら そのレベルの相当の、ステージ3相当の対策が必要だということは、それぞれの知事が理解をしてきているというふうに思います川君まあただ、もともとの文化会提言というのは、ステージの判断で、まさに必要な対策、何をやるのかということが決まってくるという点でも、ステージの判断というのは重要だと、その判断がない中で、結果としてステージ4にいくような事態。 緊急事態宣言にならざるを得なかったという点では、そういうステージの判断について、曖昧のままにしていた、そういう点でも国の責任も問われざるを得ない、ステージ判断の指標というのを、文化会の提言、専門家の意見として、8月7日に聞きながら、軽んじしてきたのではないのかということを言わざるを得ません。それであの、コロナ対策の政府文書の根幹は、基本的対処方針であります。えー、特措法の築上解説には 新型インフルエンザ対策等は、多数の関係機関により、広範かつ大規模に行われることが想定されるが、これらが相互に連携して、的確かつ迅速に行われるようにするためには、専門的知見と国内外の情報の集約が可能な国において、新型インフルエンザ等対策を実施するにあたっての準拠となるべき統一的指針を状況の編成に応じて機動的に定め、これに基づき、 各主体が主体的に実施し、必要に応じ、総合調整の指示により、その総合的かつ強力な推進を図る必要があると述べています。このコロナ対策実施の準拠となるべき統一的指針が基本的対処方針であり、自治体も基本的対処方針に基づき対策を実施する、臣そういうものだということでよろしいですね。大臣 あの基本的対処方針はです、ね、まさにご指摘のように、多くの機関が、関係機関が対策を相互に連携して、的確かつ迅速に実施するにあたっての準拠となるべき、まあ、いわば統一的指針でありますので、えー、そういった趣旨をです、ねえー、しっかりと書き込んでいるものということであります清川君で、その統一的指針となるべき基本的対処方針が、前回はあの。 改定されたのが、前回の宣言の解除のタイミングの5月の末だったわけであります。ですから、7か月以上改定がされなかったと、これはあまりにもこの統一的な指針、準拠すべき、そういった方針として、粗末な扱いだったんではありませんか西原大臣あの。いくつかの理由がございます。一つは この感染状況が日々変化をし、ご案内のように夏に感染拡大し、9月、10月で一旦収まるかのように見えたものが、また寒くなる中で、北海道から始まり、感染拡大が広がっていったと、この日々の状況、この対処を機動的に行う必要があるということが一つ。 それからもう一つは、このコロナについて、なかなか分かって、当初、3月、4月分からなかったことが多かったわけですけれども、その後、さまざまな新たな知見も出てきて、これ、国内外の研究の成果もあります、そして最近では変異株というものも出てきていると、この変化も激しい中で、何度も何度もこう変更しなきゃいけない。 そうした作業にも当然、時間もかかるわけでありますので、そういったことから、国民に広く政府の方針を示す、あるいは関係機関が連携して取り組む必要性が生じた場合、あるいは今申し上げたような経験や知見が積み重なってきて、大きな対処方針を新たに示す場合というときに改定をするということにしてきたわけであります。で今般緊急事態宣言そしてこの間の間な知見 こういったものもありますので、改めて前回の緊急事態宣言のときとはかなり様相が違いますので、それも含めて大きな方針を示すということで変更させていただいたものでございま塩川哲也君いやあのそもそも、この基本的対処方針については、このお特措法の逐上解説などでも、状況の編成に応じて、機動的に定めるとしてるわけですよ。ですから、ある意味、専門家の知見を踏まえて、新たな知見が出れば、 このの間でで言言えば文化会の提言が何度も出されているわけですでそれを織り込むということが、その都度その都度やはりやってこそ、基本的な方針、統一的な指針としての役割を発揮できるんじゃないのか、で今回の場合で言えば、まさに8月5日の分科会提言におけるこのステージの判断の指標というのを、 まさにそういう時点で織り込めば、ステージ3の意味もはっきりするし、ステージ4の意味もはっきりするということだったわけで、これはあの、そもそも基本的対処方針について、状況の編成に応じて機動的に定めるといったことを政府として、放置をしてきた、そこに問題があるんじゃないですか西村大臣。繰り返しになりますけれども。 えこの間、何度となくまあ夏、そしてこの秋から冬にかけてと、感染拡大を経験をして、いわば大きな流行、最も大きな流行を今、経験しているわけでありますけれども、そしてさまざまな知見が、 日々、いろんな知見が内外の研究から明らかにされてくる、新型コロナについて分かってくる、また私どももさまざまな研究を重ね、スーパーコンピューター使ったりですね、人工知能を使って、いろんな知見も重ねてきました、そういう意味でもちろんあの、基本は機動的にやるべきだということでありますけれども、新型コロナについて分かっていることが少なかっただけに、次から次へと新しいそうした知見も重なり、また感染拡大を経験する中で、大きな、 方向を示す、この緊急事態宣言を新たに再び発出したときに変更するという判断をしたものでございます塩川君いや、そもそもその機動的にということが趣旨であるわけですし、で現実にその7か月以上、放置をしていたというのが実態であります。で、要は、基本的対処方針を改定するというのは、緊急事態宣言が発出をされる、その中身が改定をされる。 解除をされるそのタイミングだけしかやってないなんですよということは、緊急事態宣言に至らないようにするための措置を、政府としてどう取り組むのかといった方針が、結局、曖昧なまましてるということになるんじゃないですか、緊急事態宣言に関わるときしか出さないということは、緊急事態宣言にならないように、政府として統一的な指針を進める。 統一的な指針を示すということをやらないということに実態としてなってんんじゃないですか西村大臣あの。5月25日の段階で、その後の大きな方針はお示しをしておりますので、それに基づいて、それぞれの専門家の皆さんの分科会、それぞれの分科会での提言なども踏まえて、必要に応じて通知や、 などを行ってきてきおります都道,府県知事都道府県、知事都道府県それから、えー、経済界やさまざまな団体ともそうした情報を共有しながら対応してきておりますので、えー、今回、大きな方向を変更すると、大きな方針を示すという意味で、えー、新たに改定することをしたものでございます。哲也君。 あのまあ、自治体向けの通知、事務連絡文書、まあ、膨大にあるわけで、まあ、それ一つ一つ意味のあることだと思います、ただ、それを全体として、統一的な指針を示すということが重要だ、それがまさに基本的対処方針であって、実際のこういった感染症対策、コロナ対策について、自治体が主体となって取り組む、その際の基本的な統一的な指針が基本的対処方針だと。 ということを改めて強調しなければなりませんし、そういった点でも、この分科会提言など、専門家の科学的知見が繰り返し繰り返し出されたのに、それを基本的対処方針に盛り込まなかったということは、科学的知見を国として軽視をしていたと言われても仕方がないのではないでしょうか西村大臣。 あの私どもこの間ですね、専門家の分科会の提言をしっかりと受け止めてその時々に必要な対応対策これを都道府県知事と情報共有しながら対策を講じてきているところであります今申し上げたとおりそのことについては通知であったり様々な形で連絡を取り合い対応してきております大きな方針を変更するという段階のなったということでこれまでの知見の積み重ねも いわばすべて含めてです、ね、今回、改定をさせていただいたということでございます塩川君あの科学的知見を軽視した国の対応が、緊急事態宣言の再発出という深刻な事態を招いたという反省こそ必要だということを申し上げて、質問を終わります次に玉木